あれ？あの机一体なんだろう。あんなの前からこのお店にあったっけ。あれ、今声が聞こえたような。気のせいかな。気のせいじゃないです、こっちです。あ、ごめんなさい、いたのに気づかなくて。いえ、こちらこそ。あ、メルルちゃんですよね、アールズのお姫様の。はじめまして、私アーランドから派遣されたフィリーです。お待ちしておりました、姫様。お話は
すべてトトリ様から伺っております。え、どういうこと。王族の責務と錬金術、この両立をお考えになっているのでしょう。ちょっと最初の目的とは違うけど、そういうことになるのかな。国の発展に錬金術を使うとの提案を受け、具体的な運用方法を模索していました。その結論から申しましょう。姫様には国の開拓事業に錬金術を使って対応していただきたい。周辺国に比べて立ち遅れている我が国を発展させることができれば、王族の責務を果たせるものと考えます。よくわからないんだけど、錬金術で人の役に立てばいいってことよね。でもお父様が認めてくれるかどうか。それは姫様次第でしょう。デジエ様はああ言いながらも、姫様には頑張ってもらいたいと思っているのです。その時の反対っぷりは、いつもの私が何かしたいって言った時とは全然違ってた気がするけど。デジエ様は心配なさっているのです。錬金術というものがどれだけ危険かご存知だからこそ。いえ、何でもありません。さて、詳しいご説明は執務室にていたします。ご足労いただけますか。では説明に移らせていただきます。大まかにはこのようなところです。ご理解いただけたでしょうか。分かったような、分からないような。実際に作業を行っていけば、おのずと理解も進むでしょう。今回は最初ですので、私の方で案件をご用意いたしました。最寄りの森を担当している兵士から、食料が不足しているとの陳情が来ております。速やかに彼らに食料を届け、兵士の生活環境を改善してください。分かったわ。いろいろありがとう、ルーフェス。じゃあ早速行って。お待ちください。まだ話は終わっておりません。え、もしかしてお説教は。あなたの私に対する印象はそれしかないのですか。この先町の外での活動が多くなるでしょう。万一のことを考え護衛をつけます。入ってこい。まだ修行中の身ですが、戦闘はそれなりにこなせるはずです。おそばに置いて邪魔にはならないでしょう。別に行きたくて行くわけじゃない。兄貴の頼みだから仕方なくだ。相変わらずだな。これからよろしくね、ダイアス君。
認めてもらえるまでは絶対に会わないんだから。じゃあどうだった？まだお父様には認めてもらってないですけど、なんとかうまくいきそうです。ありがとうございました、小鳥先生。大丈夫、きっとルーフェスさんがなんとかしてくれると思うよ。私からもお願いしておいたから。じゃあお祝いに私からもプレゼント。私のアトリエ、メルルちゃんも自由に使っていいからね。先生が調合できなくなっちゃうんじゃそこはちゃんと考えてあるよ。もともと釜も2つ用意してあるし、私も昔そういうことがあったから。ありがとうございます。トトリ先生のアトリエが私のアトリエにもなるんですね。それからそこのコンテナの中のもの、メルルちゃんにあげるよ。あ、コンテナっていうのはね。私の使ってたお風呂なんだけど。すれば分かるようになるはずだよ。あとこれはあくまで基本のレシピだから、私も知らない参考書もあるかもしれないから探してみてね。なんだかドキドキしてきました。よし頑張るぞ。うん、その息だよ。ところで最初のお仕事だけど、もう決まったの？森で働いてる兵士のみんなに食べ物を届けることになりました。それなら私の先生直伝の美味しいパイができるレシピがあるよ。ほら、今渡した参考書のこのページ。錬金術でパイを？どんな味がするんだろう。それは作ってからのお楽しみ。材料はコンテナに入ってるもので足りそうだし、早速作ってみようか。何を作ろうかな。ふふーん、簡単簡単。どれを使おう、どれを使おう。おっと、見たことない効果ができちゃうか。よし始めるよ。できた。
じだね。これならみんな喜んでくれるんじゃないかな。はーい、早速これを持って最寄りの森に行ってきます。ついに私、錬金術師としての第一歩を踏み出すんだ。よーし、頑張るぞ。じゃあみんな、私についてきて。ついてきてって、護衛役の俺より前を歩くなよ。私が先頭になりたい。私が受けた錬金術師としての初めてのお仕事だもん。だからってお前、仮にも姫様だろ。お姫様が先頭を切ってどうするんだよ。ライアス、従者としての本分を忘れるな。姫様の言うことが聞けないのか。あ、ルーフェス、どうしてここに。お見送りです。姫様が無事に出発するのを見届けるまでが私の仕事ですから。それよりもライアス、この辺りの魔物にも遅れを取るほどお前は弱いのか。そんなことあるわけないだろ。俺はただこいつのことが心配で。ならば戦闘は姫様で決まりだ。どの位置からでも姫様をお守りできねば従者としてつく意味も資格もない。わかったよ兄貴。では姫様、行ってらっしゃいませ。朗報お待ちしております。うん、絶対成功させて帰ってくるからね。それじゃあライオス君、ケーナ行こう。それはいいけど、ちゃんと前見て歩けよ。足元もちゃんと見てくださいね。あ、そこに大きな石ころが。もうそれくらい大丈夫だよ。子供みたいに言わないで。それじゃあどこ。姫様、どうしてこんな場所に。お腹が空いてるって聞いたからね。はい、これ錬金術で調合したパイだよ。これ食べて元気になってね。おお、
うまそうなパイだ。ありがとうございます姫様。これでバリバリ働けます。喜んでもらえてよかった。これで任務完了だね。はい、すぐにお城に帰ってルーフェスさんに報告しなければ。せっかく来たのにすぐ帰るなんてつまんない。ちょっと探索していきたいな。やれやれ、言い出したら聞かないからな。ま、気の済むまで付き合ってやるとするか。まずは順調に終了っと。思ったよりもやるじゃない。これからも期待してるわよ、お姫様。ずらせやがって。すごい、ライアス君強くなったんだね。昔のライアス君からは想像できないよ。これくらいどうってことないさ。それに昔のことなんかいちいち覚えちゃいねえよ。え、忘れちゃったの？よく私と喧嘩していつもライアス君が負けてたような。そんなことあったか？それで、うわぁお兄ちゃんってルーフェスに泣きついて、姫様に手を挙げるとは何事だって怒られて、また泣いて。それはお前の勘違いだろ。俺がそんなことするわけない。もういいだろ、先に進もうぜ。すっかりいじけて、お城の庭の隅っこで一人で泣いてて、ケーナに慰められてまた泣いて。だからもういいって言ってるだろ。さっさと行くぞ。あ、待ってよライアス君。よし、かかってきなさい。遅い奴らだな。
成果が出たみたいだな。あの、姫様、パイを持ってきてもらった上に悪いのですが、折り入ってお願いが。何？困ってることがあるなら何でも言ってね。私が何とかしてあげるから。実は最近この森でプレイン草が大繁殖して、役に立つ植物が全然取れなくなってしまったんです。聞いてみようかな。ごめんね、また来るからちょっと待ってて。あ、はい、よろしくお願いします、姫様。
お帰りなさいませ、姫様。では早速成果を拝見いたします。そのことなんだけど、パイを持っていったら別に頼まれ事をされちゃって、ルーフェス、どうすればいいかな。開拓民の要望を組み、問題を解決するのも大切な責務の一つです。何かあった場合は私までご報告ください。分かったよ、ルーフェス。さっきの頼まれ事はね、姫様、報告いただいた内容から解決策をまとめておきました。改めてご確認ください。了解。やっぱり開拓地に行かないとわからない問題っていうのもあるんだね。さようです。問題を発見することも姫様の大切な仕事であるとお考えください。では改めて成果を拝見いたしましょうか。成果はしっかりと上がっているようですね。これならばまず成功と言えるでしょう。合わせて報告ですが、デジエ様に承諾していただき、開拓の成果を施設の建設という形で還元する方針になりました。施設繁栄？全然わかんないんだけど、それにお父様が認めてくれたってこと？姫様、落ち着いて聞いてください。一つずつ説明しますから。つまり、了解いたしました。それでは現在の建設計画をご確認ください。かしこまりました。それでは設置の準備を進めておきましょう。さて、これで開拓に関する作業は一通り完了となります。手順についてはご理解いただけましたか？なんとかなりそうかな。それは何より。しかし、開拓を行うにあたって覚えておいてほしいことが一つあります。開拓事業を円滑に行うためには国民の協力が不可欠となります。人気については常に気を配ってください。ふむふむ、なるほどなるほど。つまり、ということ。要約すると、人気が下がれば開拓事業の継続が困難になるということです。それじゃあ錬金術師のお仕事もできなくなるってこと？その通りです。しかし、王族としての自覚を持ち、常に国民の心を掴んでいれば。つまり、人に迷惑をかけるなってことだよね。それなら大丈夫。なお、開拓事業に関してはアーランドのギルドの協力が取り付けてあります。まだ何かあるの？そろそろ覚えるのも限界だよ。酒場の方にアーランドから派遣された方が来ています。詳しい話はそちらで聞いてください。私からは以上です。さて、デジエ様の件ですが、姫様にお話があると承っております。分かったわ。ちょっと気まずいけど、直接会ってこいっていうことね。お父様、怒ってないといいんだけど。何しろ、おたんこなすなどと捨て台詞を残して飛び出して以来、謝罪の言葉も
城への連絡もなしでしたからね。それは反省してるよ。でもお父様も何も聞かずにダメだって言うだけだったし。でももこうもありません。まずは自分のしたことを顧みて、デジエ様の言葉を受け止めていただきますように。そんなに言わなくたっていいじゃない。分かったわよ。お父様にちゃんとごめんなさいって謝ってくるから。帰ったかメル。まあなんだ、私も少し大人げなかったと思っている。私こそごめんなさい。お城にも帰らないで心配かけて。でもそれだけ本気なのは分かってほしいの。それで私仕事を始めたの。あのね、錬金術で国を豊かに。あくまでお前は錬金術をやりたいというのだな。その気持ちに偽りはないか。本気も本気、大真面目だよ。まだもっと勉強しないといけないけど、こんな気持ちになったの初めてなんだ。それに錬金術を使えば国の発展にもきっと役立つはず。お父様が反対しても私の気持ちは変わらないよ。私は自分のやり方で錬金術で王族の責務を果たすの。わかった、許可しよう。錬金術師になることを認めると言っているんだよ。今の聞き間違いじゃないよね。やったー、ありがとうお父さん。ただし期間限定だ。期限は今から3年間。お前が成人するまでに明確な結果を出しなさい。分かったわ。でも明確な結果ってどうすれば認めてくれるの？開拓が進めば、おのずと人口も増えるはず。錬金術を通じて、国の人口を増やすことがお前の使命だ。国を発展させ、人口を増やす。それができれば、錬金術師として活動することを認めよう。できなかった場合は錬金術のことは一切忘れてもらう。いいね。わかった。今の話絶対忘れないでね。あ、約束しよう。それとこれを持っていきなさい。詳しいことは今は話せないが、お前が一人前の錬金術師になれたなら説明することにしよう。なんだかよくわからないけど大事に使うね。ありがとうお父様。期限付きだけど、これで錬金術師になれるんだよね。よーし、やるぞ。そういえばルーフェスが酒場で依頼を受けられるとか言ってたけど、トトリ先生。あ、メルルちゃん、
ゃんも依頼受けに来たの？依頼ってどういうことするんですか？ルーフェスにここで依頼が受けられるって聞いてはいるんですけど。そっか、わかんないならこれから報告するところだから一緒に見ていくといいよ。リリーさん、こんにちは。依頼されてた品物持ってきました。さすがトトリちゃん、いつも仕事が早くて助かるよ。あれ、今日はメルルちゃんも一緒なんだね。うん、メルルちゃんに依頼のことを教えてあげてほしいの。え、お姫様自らお仕事を受けるの？一人前の錬金術師になるためにも、自分で使うお金は自分で稼ぎたいんです。はあ、ちゃんと考えてるんだ、偉いな。わかったよ。それじゃあ依頼のことを説明してあげるね。依頼っていうのは、仕事を頼みたい人のお願いを国がまとめて、それを冒険者や有志の人たちに斡旋する仕組みなんだ。わかりにくかったかもしれないけど、だいたいこんな感じかな。要するに、お仕事をこなせばその報酬がもらえるってことですよね。無理して全部受ける必要はないからね。できる範囲でこなせばいいから。無理に依頼を受けても品質が低かったりしたら、悪い評判はあっという間に広がるよ。つまり人気が落ちるってことですよね。そういえばルーフェスがそんなことを言ってたっけ。ルーフェスさんですか。あの方はちょっとリリーさんはああいう人苦手だもんね。あの人の目を見てると、自分の中の横島な思考が全て読まれてしまうような気がして。横島な思考？ああ、なんでもないの。とにかくお仕事の依頼を受けたいときは私に聞いてくれればいいから、よろしくね。はーい、よーし、頑張って依頼をこなして錬金術でお金を稼ぐぞ。こんにちは。ありがとう。